皆さんこんにちは、高橋明です。今日はですね、世界ランキング1位のオチョアの、スイングを解析したいと思います。これはですね、9番アイアンですね。グリーンがすぐ目の前にあります。139ヤードです。セットアップですけれども、かなりですね、やはりオチョアの特徴なんですけども、前傾がありまして、球が非常に体から遠く、位置してます。シャフトが非常に長いのを使ってますんで、かなり離れているわけですね。で、これでですね、石の位置、はい、ここからちょっと今飛んでしまいましたけども、もう一回いきます。お分かりになりますか。シャフトがですね、上空で泳いでます。ひらひらとですね、羽衣のように、波を打ってますが、見えますでしょうか。これが彼女の特徴ですね。羽衣スイングと私は呼んでますけれども、小さい時からですね、同じようなスイングをして、もう何十年も同じことをしていればですね、どんなショットでも安定してきます。素晴らしいショットですね。今度はですね、ドライバーをちょっと前から見た画像があります。セットアップ非常にいいですね。はい、ここでもうスタンスもちょうどいいですし、ボールの位置もちょうど、カメラの位置がちょうどいいんで、これは真正面だと思いますけれども、体重がほとんど右側に乗ってますね。 70-80% は右にここの位置でも乗ってしまってます。腕がこの角度が非常にあるんで、かなり大きなアーク、バックスイングが大きくというですね、モダンスイングの鉄則ですけれども、かなり、大きなアークを描いてます。右肘もですね、曲げずに三角形をこのまま維持して、この位置でですね、まだシャフトが、垂直になってないということはですね、手首をほとんど使ってないということですね。手の甲側に、コックせずにですね、親指側の曲がりだけを使っているというスイングですね。これが彼女の方向性が非常に長けたですね、スイングの、ゆえんだと思います。でこのトップなんですけれども、そうですね、ここの平行になった位置でですね、腕がもう12時まで上がってます。腰も回転してます。右肘、膝はですね、ほとんど固定してるんですけれども、肩はもう90度以上曲がってます。体が柔らかいので、ある程度のところで固定しないと曲がりすぎてしまいますね。手首を使わないというのは非常に素晴らしいスイングだと思います。でこの角度ですね、もうレートヒッティングですね、クラブのリリースをせずにですね、ギリギリまで、持ってきてます。これが彼女のパワーの秘訣ですね。でインパクトの後もですね、フェースがかなりターゲットを向いたまま、エクステンション、大きな、アークですね、バック、フォローも大きなフォローを取っているというのが、彼女の特徴です。まあ、一つ首がですね、ちょっとかしげるところが面白いところですね。これは彼女の、特徴です。で綺麗なフィニッシュですね。以上です。